ミュージックジャパン TV をご覧の皆さん、こんにちは。グランロデオボーカルの岸尾です。はい、ギタリストです。はい、ですね、番組からの質問があるということなんですけれども、まあ、季節柄のお花見だとか行楽シーズンがこれから到来するって中でやっぱり欠かせないのはお弁当だと。 お弁当にまつわるエピソード、やっぱこう作ってもらえると嬉しいし、やっぱこう楽しみってのありますから、はい、例えばこう2人で、仲間と、弁当誰かが作ってるようなんです、の行楽先まで行ってね、さあいざ開けるって時にあのワクワク感ったらないし、なんなら僕はこういう仕事柄なんでしょう、ケータリング的にこう現場現場撮影なりで行った時にライブとかね、弁当を用意してくれて、このお弁当がね僕目がなくてですね、そうですね、こだわりというかご飯がほっかほかだと気持ちが冷めるっていうのがありますそう、やっぱ弁当の醍醐味って、なるほどね、お米冷たくてこそっていうなんか自分の中であるの、あります、あれがいいんじゃねえか、昭和の子供ですからね。そうなんです、だからあの何ですか、コンビニエンスストアでもう久しく買わなくなりましたが、お弁当温めますかっていうのあるんでしょう、言わなくていいそのままでええと僕は思っとるんですけど。あ、そうです。飯塚さんお弁当っていうとどうでしょう。僕ね、今ね、そのやっぱライブの時とかお弁当あってね、いつ食べようかってタイミングあるじゃないですか。あの何時間本番の何時間前に食べようなんていう、ね、ちょっと探ってる感じあるね。あるんですけど、G ナンバーライブとかになりますですね。でっかいやつね。はい、僕らのアリーナライブなんです。あの時になると。必ず気象が焼肉弁当を差し入れてくれるっていうのを信じてるわけですよ、いつもポケットマネーでね。そうなんです、気前がいいから、お金持ちですからね石油王ですからね、まあいいんですけど、それがね、この間の G ね、G15、16の時も待ってたんですよ、いつ来るんだろう、いつ来るんだろう、他の弁当食おうかな、いや絶対焼肉弁当が来るはずだと思って、ね、本番の前の15分ぐらい前そうそうそうギリギリやないかい。でも食べましたけどね。あ、それ食べなかったんだ、持って帰ったんだ、私ね。ね、でも美味しかった、あの焼肉弁当はね、本当にできれば今度のツアーにね、毎日食いたいなと。毎日地方に差し入れ僕が恋にしてる東京のとある焼肉屋さんのね、美味しいですね、わざわざそう作ってくれるし、よくしてくれて、はい、僕のそうだな、本番があるとさ、ライブの、特にライブの当日の、みんなそうだよね、撮影もそうか、いつそう弁当を食べるタイミングっていうのがね、探ってる時は、僕なんて本番直前でも食べますから。食うよね。僕とジャムプロの遠藤さんはそうなんですよ。3つぐらい食うしね。3つ食う、すごい僕すごい、ステージドリンクも弁当だって。いや違う違う、どういう状態にいて出すの作った人の顔がもう浮かんで申し訳ないですよ、はい、まあそういう、まあ、とにかく弁当に目がないというのはあります、はい、正直本当に弁当を3つ食いすることも、ありますね、珍しくないっていう本当ですよ、ことですから、はい、まあそんな、そんな我々、はい、弁当をこよなく愛すグランロデオなんですけどもね、クエスチョンっていう、アルバムを出したんです、3年ぶりにね、はい、3月23日に世に、出てるはずです、はい、出るはずです、はい、でこのまあこの3年間というと皆さん何かっつったらもうズバリあれですよ、コロナ禍、うん、ね、もう全世界人類共通、なんですが、まあそれを経て、この世に出るグランロデオの最新のアルバムってことなんで、まあ、それなりの、メッセージっていうんじゃないんですが、ちょっとそういう内容も言葉歌詞の中に多少表現が含まれますのでご注意くださいというねそういうコンプライアンス的な、全然いいです、まっとうなアルバム、それ何よりも音楽的にこう幅が広いなっていう、なぜだっていう曲ばっかりですね、ありますね、なぜこの曲を入れたんだ、なぜこの曲の後にこの曲が来るんだ、ここのグランロデオのスタッフは緩いのかっていうねハードル、これを蹴らないっていうね、これ次のカップリングにしましょうよとか一個もなかったですから、そうですね、はい、というような、まあ面白いへんてこで面白くて、遊びがいのあるというか面白がりがいのあるアルバム、ということが言えるこの9枚目のアルバム「クエスチョン」でございます。そして、グランロデオスペシャルがご覧の日程で放送中でございます、うん、ありがとうございます。ぜひね、本当にお時間、ね、取らせますが、よろしければご覧いただきたいと、はい、思います。そしてですね、そんなクエスチョンアルバム出します、出ますが、これを引っ提げたツアー、ありがとうございます、やらせていただきます、こんなご時世ですが、だからこそ全国を回って、ね、みんなで元気になろうというようなツアーです、すごいですね、全国の弁当が食えますね、そうですね、本当に、はい、食らい尽くして、クエスチョンツアーでございます。
今ねこちらに出てるんでしょうか、はい、はい、という日程で、全国をアンギャ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 していきますので、そんなねこれからますます脂が乗りに乗っていく、おじさんユニットグランロードよろしくお願いします、ごきげんよう、はい。